はい、こんにちは。中学受験桜田チャンネルの滝アナウキです、えー。今日はね、古文法助動詞の2回目です。今日はね、完了という助動詞つとぬをやります。ね。えー、昨日はきいけり、ないないしたっていう過去で助動詞でしたけどね。今回はつ、ないないしてしまった。ね。まあ、きっとないないだって意味もあるんですけれども。ね。これはちょっと特殊な使い方がしますから、後で説明します。 基本的には何々してしまったっていうね「h a v e オ r e a d y 過去分子」っていうやつを習った時に英語でなんとなくピンとくると思いますさあまず、えー、必ず連用形が上に来ます連用形に接続します上は連用形圏内どういうふうに活用するか「ててつつるつれてててよつつるつれてよ」「つが終止形ですつるが連体形」 つれどもね、どもつくと已然形てよが命令形なんです、ね、じゃあててつつるつれてよててつつるつれてよててつつるつれてよ三回言ってみましょうはい。ててつつるつれてよててつつるつれてよててつつるつれてよさあもう一個完了形ぬないないしぬないないしてしまった えー、でこれもきっと「ないないだ」って、えー、使う時もあるんですけどこれは、えー、ちょっと後で言いますからさあどうやって活用するかというと上は絶対連用形です上は必ず「連用形」に「な」がつく「に」がつく「ぬ」がつく「ぬる」がつく「ぬれ」がつく「ね」がつく。 ぬぬるぬれね何なにぬぬるぬれね何なにぬぬるぬれね,ぬるぬれね入ってみましょうどうぞ、ね、はいじゃあえっと問題やってみます練習完了の助動詞の活用形を答えなさいさあはや 殺し、これ死がないね。殺したまいてよかし。さあこのてよっていうのが、えー、この慣用のね通の動いたものです。早を早から殺したまいてよかし。早でいいんだな。さあ早く殺しなさってしまいなさいってなに、ね、してしまうという意味ですから。早く殺しなさってしまいなさいよっていうかしというのはまあよぐらいのものね。 さあ、このてよは何形かというと。ててつるつれてよですよ。命令形なんです。てよが命令だって分かれば、早く殺しなさってしまいなさいというね。命令だってわかるわけです。ね、まあ、歌詞は修飾詞なんでね。えー、これで命令です。早く殺しなさってしまいなさい。ててつるつれてよのてよです。 さあ腰もかがまりり目ももただれにけさあ腰もかがまって目もただれてしまったのだったこの2が完了の助動詞で下に「けり」がありますだから完了と過去が足して2で割ったような感じね「何々してしまったのであった」みたいな感じねだから腰もかがまって目もただれてしまったのだ さあこの2は何系か、ね。なにぬーヌルヌですね。なにですね。なにで、けりが下にありますから、連用系なわけです。けりの上は絶対連用系だから、ね。で、ただれ。これも連用系です。ね、ただれずただれたりただるただるるときただるれどもただれよ。ねえーまあ、下二段活用の連用系ですね。 連用形で二けり、これは、はえー、なにぬぬるぬれねの連用形。で、この、こういうなにぬぬるぬれねの二と同じと同時に。下がけりだから、けりの上は連用形と。いうアプローチの仕方が、できるようになるといいから。で、だんだん慣れていってください。三番。そのことはてなばとくかえるべし。さあ。そのことが発っていうのは終わる。終わ。 さんなら、終わってしまった。こればはね、ならばってことです。これね、未然形なんですよ。この場合が、まば、ばの前が未然形だったら。これはね、もし。そのことが。終わってしまったならば、とくかえるべし。とくというのは、早く。早く。 帰らなければならない。もしか早く帰った方がいい。そのことが終わったならば、早く帰った方がいい、ね。この名は未然形です。四、ね、番。悲しからん、親のため、妻子のためには。恥をも忘れ、盗みもしつべきことなる。なさあ、悲し、悲しいというのは悲しいんじゃない。 愛おしい大切なってことです愛おしい親のため妻子妻や子のためには恥も忘れて盗みも、ね、さあ「つべき」ね、この「つべき」ってなはべきとつ,つ,つ,くあのつながっていったらきっとなになにでべきはだろうねきっとないなんだ。だから 愛しい親のためさえ妻や子のためには恥をも忘れて盗みもきっとするのだろう」これがさあこの「つ」は何系でしょうか?ね「ていていつつるつれてよ」のこれ「つ」ですから終止系なのね。これ終止系。 下に助動詞がついてんだけどこの「つ」の下「べき」っていうのは絶対上終止形なわけで「つ」の上は「し」ですから連用形なこれせずしたり「す」するとき「すれども」せよねさあ愛しい親のため妻子のためには恥をも忘れぬすきっと盗みもするのだろうさあ5番ラストです 清見が関の波も高くなりぬべし。さあ、これもね、同じなんです。さあ、今のはつべしですけど。これぬべしってなってます。ね、清見が関の波もきっと高くなるだろう。これべしとくっつくと、きっと。何何だろうってうになるね。清見が関の波もたきっと高くなるのだろう。 これからまあ海に出るわけだねね男がねだからそれをえ清見が関の波もきっと高くなるだろうってえ心配しているわけです。さあだからこの「ぬ」は終始形ね。でべしは上上絶対終始形と。だからぬが終始形になる。ねまあそういうのもちょびっとだけ頭に入れとくと出てきた時にね慌てませんから。 さあ、じゃあ、えっと、もう一回復習します。つ完了、脅威、てて、つ、つる、つれてよって動きます。上は連用形、ぬ、してしまった完了。脅威、必ずないね。んだきっとないね。んだなに、ぬ、ぬる、ぬれね。ね、上は必ず連用形。はや、殺したまいてよかしてよは命令形です。だから、早く殺しなさってしまいなさいよ。二番、腰もかがまり、目もただれにけり、ね。 えー、この「にけり」で「ないないしてしまったのだった」っていうねちょっと長い役腰も曲がり目もただれてしまったのだった3番「そのことはてなばとく帰るべし」ね「場の上が目未然形「なにぬルれでの「な」だったら「もしがここに省略されてるんだ」「もしそのことが終わってしまったならば早く帰るのが良い」 さあ悲しからむ親のため妻子のためには恥をも忘れ盗みもしつべきことなりつべきっていうのはつとべきがくっついたらきっとないないだろうね愛おしい親のため妻や子のためには恥をも忘れきっとの盗みもするのだろう清見がせきの波も高くなりぬべしこれもぬべしとくっついぬとべしくっついたらきっとないないだろうね清見がせきの波もきっと高くなるだろう つとぬ完了の助動詞二つでしたいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう